こちらは一見すると口紅のように見えますが、中身はワイヤレスイヤホンです。中国の大手通信機器メーカーファーウェイは今日、日本市場で今月から来月にかけて発売する11種類の製品について発表会を開きました。ファーウェイはこのほか、スマートフォンと連動した体重や体脂肪率などが測定できる体組成計や、ランナー向けに特化したスマートウォッチを発売します。ランニング中の心拍数や速度などを計測して、その人のランニング能力を数値化するということです。ファーウェイはアメリカの輸出規制の影響でスマホの売り上げが落ち込んでいて、新たな市場を開拓し、売り上げを伸ばしたい考えです。